はい、こんにちは、男子堂でございます。本日はですね、福島シリーズということでですね、ラーメン食レポということで、喜多方にですね、ラーメンをね食べに行ってまいりました。で、今回ですねご紹介するラーメン店なんですけれども、喜多方とね言えばね、皆さんご存知坂内食堂さんがですね、まあ、一番ねと言っていいほど有名なのかなとは思いますけれども、今回はねあえて誠食堂さんということでね行ってまいりました。まあ、あるね噂によりますとね、塩ラーメンでは坂内食堂で、醤油ラーメンでは今回ご紹介しますね、誠食堂さんというようなですね、まあ噂もねあるぐらいね、こちらの誠食堂さんね、まあ名店ということでございましてね、行ってまいりました。店の外観はですねこんな感じでですね、まあ、非常にですね歴史あるね建物でございますね。昼時ね行ったんですけれども、行列はですね私が行った時はそうでもなかったですね。で、私が並んだ直後にですね、もうどんどんこうお客さんがね来て行列になっていったというようなね感じでございましたね。まあ、ちょっとのねこのような行列で済んだんでね、比較的すぐ入店できましたね。店内はね、まあ、このような形でですね、本当にねこの昭和のね良き、作りといいますかね、本当にレトロ感のあるね癒される空間でございましたけれどもね。で、メニューはねこちらなんですけれどもね、下台ということでですね、醤油ラーメンがですね、もうメインのね、まあ、一本でね、やってるような状態でございましてね。あとね、ちょっと気になったのがですね、このカツ丼関係ですね。これもね、いろんなカツ丼がありますよね。煮込みとかね、ソースカツとかですね、カツライスとか、カツ皿とかね。まあそういったことでカツにもね、かなり力入れてるんだなっていう印象だったんですけどね。まあ今度ね、行ったら、ちょっとこのカツ丼もですね、食べてみたいなとは思うんですけれどもね、まあそんなところでございます。今回ですね、私が注文いたしましたのはね、ノーマルに中華そばということでね注文しました。で、待つことね、まあそんなに待ってないですかね。まあすぐ来ましたね。で、ビジュアルはねこのような状況でございますよ。もう最高なこのザ醤油ラーメンとねいったようなね形でございますけれども、スープをね一口ね、すりますとね、ほんとねこの豚の香りがねふわっとこういい形でね入ってくるんですね。そして甘みがね口にじわじわとね、入ってくるようなね状況でございましてね、まあ絶品スープでございますね。本当にドストライクでございました。まあさっぱりですね。はい、そしてねこちらが麺でございますけれどもね、まあ、平打ちの縮れなんですけれどもね、いやこれも美味しかったですね。加水率はね若干少なめでですね、ちょっとこうわしわし系ですかね、わしわしまでもいかないですけどもね、まあつるつるとわしわしの中間ぐらいのね、麺でございまして、この豚のね甘みのあるスープにですねしっかりね絡んでくる相性抜群のですね麺でございましたね。そしてねメンマはこちらでございまして、ノーマルなね、形でございまして、こちらがチャーシューでございます。これはね本当にねトロトロでね、これも絶品でございましたね。本当に塩加減もね、抜群でございましたしね、最高のチャーシューでございました。まあ、そういったことでですね、本日なんですけれども、福島のですね、喜多方ラーメン、代表しますね、誠食堂さんにね、お邪魔いたしましたのでね、食レポ動画ということでね、あげさせていただきました。まあ、喜多方にですね、行った際にはね、まあ、こちらのラーメン店ね、選択肢の一つにね、十分なりますので、ぜひ、機会のある方はですね、行ってみていただければと思います。実はですね、まだ福島シリーズもうちょっと続きますのでね、次回もお楽しみにしていただければと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。私に聞きたいことがあればガンガンコメントください。それでは次回の動画でお会いしましょう。